いい席取れたな。個室、うん、個室じゃないか。いいですね、でもこうやゆっくりできそう。VIP は俺ぐらいだね。VIP、うんうん、はフロアあんねん。さあということで、はい、一回クリアしましたけど、ソーダンスをちょっとなんかぬるっと終わっちゃったんで、まあ、本人、はい、見てないですね。あってないもんね、うん、だからちょっと別でサクッとちょっと別パターンもやってこよう。そうしよう、はい、直接手にかけるパターン、うん、別アプローチもね。お前の好きなあのパイロットのパターンもあるし。あれがソーダースなんでしたっけ。あれソーダースじゃなかった、あれが心臓かな。ちょっとアプローチ見てみる。手が震えちゃうみたいなやつですよね、うんうん、あ、なるほど。これ、あ、医療ミス、あ、また違うんじゃん、これ。これもありだよね。それ行ってみましょうよ。行ってみるの。新しい顔じゃないですか。新しい顔。あ、わかんないのか。なんか面白そう。もうそれどっちかわかんないのか。どっちかわかんないけど、見てみるのもありだよ。まあ、どっちでも。ゴースト・イン・ザ・マシン。マシン。あ、多分 AI をいじるみたいな。なるほど。いやー、これたまんないけどな。これやるか。 AI にやらせる。 AI がもうでおじゃまするとか恐ろしくない。怖そうじゃん。ゃゃで、あの上から見てるよ、こうやって。怖っ。あ、それ見たい。むちゃくちゃにしてるところ、うん、ちょっとこれ一回最初だからできるから、うん、あればお申し付けください。ちょっとこれやってみよう。同じ階か。一個近いとこ。あ、近いな。一個下っぽいですね。一個下そこじゃない。違うか。違う。そこか。トイレの中か。トイレの中。これトイレじゃない。あ、これは誰かあれになんないとダメだ。なるほど。って言うとミイラじゃない。で、どこ直したの？鼻？顎？誰にも言うなよ。警備員。警備員になるか。なんかあったよね。はぐれ警備員が。はぐれ警備員ね。この辺にいんだよ。あ、これか。で、すぐトイレに。うん、まずね。中いんのか。そう、まずトイレからやん。いや、これもう一回見ないといけないのか。これ、裸のやついるんでしょ。はいはい。五感はないよ。ここは俺が使ってるんだ。いや、ちょっと…かわいそうに。で、こいつ慣れてるよ、やだよ。もう罪のない人を…で、重ねるんだよ、罪のない人たちをここにトイレに。泣いちゃうんだ。トイレ改ざんするっていうのはなんかで、そうするともう準備が整った。で、はぐれ警備。はぐれ警部を。はぐれ警部って言ってるじゃないですか。はぐれ警部、順調派じゃないか。よしよし。はいはいはい、はい、はい、視界、視覚に入って、はい、はいはいはい、うまいな、ここ。はい、オッケー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 。はいはいはい、すごいかっこいい。起きないですかね、この人たちは。今すぐに起きない。なんか言うてるやつする気が重ねんな。最悪だよ。もうグリグリ押してもいいでしょ、もう。生きがえろ。だってこれ 何のためにやったんだ。ただ重ねただけじゃないですか。そっちじゃねえ。弱くなってどうするんですか。オッケーオッケーオッケー。うるさいねー。あと銃をちゃんと取ってね。はい、そうか。危ないからね、これね。はい。それしまわないか、カウボーイ。怖い。あ、ソーリー。怖い。びっくりした。あぶねえ。ないよ。あぶねえ。驚かせやがってよ。あぶねえ。あそこ入りたいの。あ、今中にいるんだ。そういうことか。だからちょっと警備が厳重になってる。いなかったですよね、あの後ろ、うん、いやでもこっちから。あ、なるほど、裏から入れんの。よいしょ、はい、はいはい、別のとこから入れば。あ、入れるんでしたっけ。多分入れると思うんだ。あ、こっちも行ってみるんだ。あ、でも今スッター、おぉ、はぁ、入った。はいはいはい、あるぞ、なんか。さあ、ここに入って、うん、誰も大丈夫。大丈夫だね、これだ。これなんだ。
マニュアル。外科システムのマニュアル。あ、はい、いけるぞ。建築物一体型人工知能の階は、階ね、建物だけではなく手術室のロボットも制御する。ワクワクする。今まさにソーダースがいる場所ね。やば。はい。マニュアルによれば階は心肺停止した患者を自動で蘇生させる。少し厄介ね。え、でも院長ならメインフレームにアクセスできると書いてあるわ。一日院長。いや、一日店長みたいに。一日院長やる。おしゃれな言い方だ。一日院長やってみたらどうか。さっきの院長じゃん。そうですね。院長に。ああ。やばやば。ちょっと待って。あんたに話してるんだけど。一回見ましょう見ましょう見ましょう。大丈夫大丈夫。危ねえ。大丈夫大丈夫。めちゃくちゃ怪しいけど。ボスは本当に昔。全然大丈夫です。大丈夫だね。よし、危ねえ。よし、で、院長に変装すると。院長に変装するって。まあ、院長はうろうろしてるね、確かに。ちょっと降りてる。ただ、院長の顔みんな知ってるでしょ、でも。ああ、人工知能にはまだ見分けられないか。そういうこと。そうかもね、人工知能だけ騙すってこと。クリアついてんな。まあまあまあ、これが消えるまでは。この二人やるか。ダメですよ。一番一番何もないんだ。オッケーオッケーオッケー。よし。でもみんなやっぱ多いね。結構白が多い。横から登るか。横から登るかって、なんか最初お前あれだからな、否定的な意見だったからな。横から登るね。横から登ると今当たり前のように言ってるけど、あれって言われそうだもんね。いるいるいる。あれ、あの人なんだよ、あの紫のさ。え、でもさ、これトイレに、まあ、行けるんじゃないですか。同じトイレに。一旦行動パターンを。あの紫のね、あれだ、あれさっき落とした人だ。その世界線だ。あ、ケイ山崎と。ユキ山崎よ。アプローチ出てる。元暴力団弁護士で、今はプロビデンス。あ、さっきこれ見ましたね、この接種。あ、外行くやつだ。あ、来た来た来た。あれ、今チャンス？これ。どこで？え、ここで、ここでやって。ほら、誰もいないですよ。無理か。ここは無理か。いや、見られた。なんて恐ろしいこと。やめなさい。いや、さすがに無理か。なんでって？女見たの誰？このクソ野郎が死体を隠そうとしてんのか。大丈夫大丈夫大丈夫。でも変装、でも大丈夫大丈夫。まだ院長になれば院長になれ。カツラかぶって。一回入ります。いや、入って、あ、これ入れた方がいいんじゃないですか、中に。あ、そっか。ちょっと待って。ジェイソン・ポートマンさん、入り口までお越しください。担当の医師がご案内します。繰り返します。おい、おしま。そこは触れちゃう。ちょっとわかんないし、わかんない。どういうこと？大人だろ。どういう意味？院長もずらそういうことだろ。これバレてないんじゃない？いいんじゃないですか、捜索中なだけなんで、うんうん。いないとこで変装させたから。このトイレやべえよ。大丈夫です。いないとこで変装したもん。はい。出ても大丈夫かな、じゃあ。一応待とうか。うん。あ、でも意外といけてますね。うん。うん、これ変装して山崎に接触しなくていいのかな。バレますって。山崎に接触したら。確かに山崎を外に来てくれる。そう、外に来てくれの状態でやっちゃったから。山崎でも多分バレると思うな。あんた誰って。結構長いな、捜索中が。まあ、院長やったら、この病院で一番の人をやったってことですもんね、今。確かにね。そりゃそうか、うん、でもなんかね、一般のお客さんぐらいしかね、あ、見てないから。あ、しまった。お、でまだ捜索中切れない。あ、でもいけるか。一回セーブします。そうだね、じゃあ捜索中切れたら、はい、あ、セーブして出てってみよう。あ、切れた、切れた。おお、いけた。いやいや、バレる。いや、バレる。バレないだろうよ。バレないよ。
いや、そんなわけ、ちょっとずらとは思わなかったな。さあで、貝のメインフレームを破壊する。あ、山崎帰っちゃった。あれ、来ないじゃないってなったんですね。申し訳ない。上の貝っぽいか。山崎でも白出てないですよ。ほら、ポートマンさん、お待ちしてましたよ。その包帯の患者について情報があるわ。お、仕上がりが楽しみですね。どうも、院長先生。院長先生、あ、顔の新しい顔だ。え、どういうことですか。その右下。ああ、本当だ。この人。ご苦労様、ポートマンさんをご案内します。あ、なんか包帯してる。あ、そういうこと。へえ。でもね、そのあれなくなった。ああ、新しい。で、このタイミングを逃したらダメだったんだ。なるほど、ここはいけるか、さすがに。院長さんか。院長ですからね。クロシュタットの保持者が、誰も顔見てないんですよ。エーテル社の研究開発施設でしか見たことないですから。同じ医者じゃんけ。何で院長と判断してるんですか、これ。じゃあ今、まあ、いやいや、それは見た目で、せっかくだと見た目は違うわけじゃない。似てただろ。服装ってこと。この髪型と、髪型とメガネと、うん、なんかさ、絶妙に誰にでも似る顔なんだ。あ、なるほど、47が。そう、だから森田君みたいな絶妙に。なるほどなるほど。誰にでもなれるか。上か。ちょっと今日なんかむくんでんなぐらいにしか思わない。ああ、そういうことなんですね。じゃあ、上だ。階段右ある。どんだけ研究熱心なんだよ。キュレーターは気分の浮き沈みが激しいから。この警備員がやったのか。なんか今舐めてる。失礼だな。めちゃくちゃ院長に。あ、この階段。ここ入っていいのかな。入れそう。左に。これ、あれ、オペ見るとこじゃないですか。そうだね。危ない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 。すぐあいつにはバレんのか。あ、でも近いですね。近い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 。右は向かう。ここだ。ここだ。そ、中か。ここ中は大丈夫そう。大丈夫だ。西行こう。来た来た。え、これもういけんのかな。院長ですか。やってみるよ。院長ですかって言ってる。あ、会が院長ですかって言ってる。院長です。いや、バレますってこれ、会にも。破壊するって。これはメインフレーム工作する。工作する。出てる出てる。こういうことか。行、うん、くよ。依存シーケンスが停止しました。あ、もうこれで全部落ちた。システムを再起動します。これでいいの。できた。直ちにやめてください。ほうほう。メインフレームへの異物投入は法律により罰せられます。攻撃してんだ。なんだこれ。もう一回やるよ。はい。資格を持たない方によるメンテナンスは違法です。パソコンできる。おや、何かが起きているようです。あ、なんかこれでした。警告します。直ちにやめてください。施設かつ無益です。すげえ。あ、なんかあれ順番だ。1、4、2、1423。なるほど、こっち。うん。で、一番端だ。触らないでください。おや、何かが起きているようで。メインフレームへの不正アクセスは違法です。なるほど。あ、違う。あ、違う。諦めてください。これ見とくのか。再起動します。4、1、2、3。なるほど。4、1、2、3、4、1、2、3。やめてください。おや、やっぱり決めた。何かが起きている。資格を持たない方にメンテナンスは違法です。2。わー、ごきげんよう。さあ、ここ。だけれど、目的のためには仕方ないわね。何が。で、アプローチ完了。怖っ。あ、これだ。これ、あ、これ誤作動を起こす。いくよ。はい。怖え。似てる。あれ、ソーダスだ。あれ、ソーダス。やばい。やばい。うわぁ。そこのコース。うわ、すっかっけ。
ターゲットダウン。正直複雑ね。うわ、でも干渉に浸るのは後。すげえ、ちょっと待って、やべえこれ、思ったよりやばかったな。ショッキングでしたね。これどこまで、いや攻め気合いだぞ。どこまで見せられるか。これ結構でしたね。ショッキングな映像だったな。その面気に入らねえ。大丈夫だ。うわどうなるだろうな。あれこれなんだ、まだだってあのまだ山崎やってないから脱出とかないです。脱出じゃない。はあ、結構だな、結構なことしたな。よし風はヨガやってすっと終わらそう。ちょっとヨガで心落ち着けようか、うん、ヨガね。ちょっとヨガ行ってる。ヨガは、こっちのお風呂の、そうね、あ、そっか、アプローチをまず見つけないといけないのか。そうだね。なるほど。あれ、あるのかな、もう一回見つけた。あ、あったあったあった。これやろう、これ行こう、うん、ヨガ、魂の解放しよう、魂の解放。ちょっとショッキングだったな。露天風呂を無人にするっていう、まず、無茶苦茶なこと言ってるんですけど、これいけるんですか。あ、山崎いる、ヨガのインストラクターが。そっか、なんか作動させればいなくなるのか。そうかもね。おお、なんだ、反対から。平気ですよ。まあ山崎がいちゃったっていう、うんうん、山崎さん、とりあえずヨガのインストラクターなんで山崎にさんつけないといけないんですか。あ、今先生いました。うん、先生いたね。ん、これですよね。お、ここタバコ吸ってんのか。禁煙だぞ。どだな。あ、来た。オッケーオッケー。お、何を知らん無人になる。この中、こっちからだ。トイレ。うんうん、え、何すれば。ああ。あ。あ、そうか、ごめん。なるほど。とりあえず無人にするためにここやんだ。あ、なるほどね。レンチ、うん、どこにあると思う？レンチは、まあ、後ろのあれの、あ、出てる。あ、本当だ。ガレージレンチ探す。なるほどね。下だ、下。僕の手で行くか。あ、その外から。これ誰も怪しまれないのがよくわかんないですけどね。一番変だ。スーツ入ってってんの絶対。一番変ですからね。土足で。でその後雪道っていう絶対冷えるように冷えるし。誰も丸ついてない。気をつけろよ。怪我でもしたのか。おい、下っ端、お前下っ端だよな。俺より。おい、じゃあお前に言ってないんだ。気をつけろよ。無理しすぎて筋を痛めたとか言ったな。結構な。あ、上がった、上がった。なんか。で、はい、ちょっとこっちから行くよ。はい、さすがに今日はヨガのレッスン。よしよしよし。ちょっと引きずるな。なんか、おー、いや俺もあんな。でも、はい、ちょっとモヤモヤしてます今まだ。でも思ったより恐ろしかった。 AI の暴走。俺たちは共犯だからな。裏じゃん。オッケーオッケー。やばかったな。ちょっとやばかったですね。この後ヨガのレッスン。でレンチで行けると。お前も一緒にやったことだから。なんか支配された。ちょっと面白そう。冷水を止めるって。冷水を止めるどういうやがるの。左の温度見とこう。あ、そっか。なるほど。今あ熱すぎんのを水入れて下げてるのに、これに冷水止めることによって。うおー。
熱々熱々。いやもうダメ、50。ちょっと見てくるか。怖っ。これも怖いもん。ヨガのインストラクターに変身する。あ、みんな、あ、でも出てきた、出てきた。みんな出てきたんです。熱っ、熱っ。よし、ヨガイン、ヨガインになろう。急に熱くなったぞ。急に熱症か。あ、いいよいいよいいよ、みんな出てくる。流れ込んできたの。OKOKOK、okay, okay, okay, okay. ヨガイン下にいる。さっきのとこですよね、レンチの。じゃあこっちから行くか。これ今、熱いですよ。やばいか、一回入ってみて。あの、47は熱さの感じじゃないです。よし、ヨガインになろう。何ヨガインって言ってんですか、さっき。あ、いた。あそこにずっといんだよな。でもここ、あ、なんか出るよね、あいつね。この次の部屋を見ておく。隣の部屋一人いんだよね。まあ二人ともやっちゃいます。チークの、あ、でも、あ、いる、出そう。あ、あ、こいつ見てるし。でもここ今誰もいないっすよ。あ、3人いんのか。3人いる。じゃあ出たところか。ここの部屋に入ってきたところ、それありだね。なるべく俺、非戦闘員はキルしたくないんだよ。めちゃくちゃしてるでしょ。あれ、実はポイントマイナスになってんだ。あのトイレの二人組、二人やったのなぜか。一日中個人レッスン、確かやだな、雪山崎と。なんかこれ、同じぐらいのタイミングで出てきちゃったりするんだよな、たまに。パンツは破けるし、おまけに筋を違えてケツが痛いし、筋が痛いみたい。どういうことだよ。なんでこう悪いことは重なるんだ。ここで愚痴ってんだな。あ、出た、一人出た。一人出た。あ、出てきそう、出てきそう。わあ、厄介。あ、でも、あ、そっち一人になるんじゃないですか。こっち一人になるかも。まだ。ああ、今チャンス、今チャンス、今チャンス。追跡されている。右右右。後ろ後ろ、ドア開く。あ、違うかな。なんで。どこ。そこでじっとしてろ。このゆっくり。ターゲット投降しました。連行します。くそー。そいつは。これはやり直しちゃうんだ。さすがに無理か。あー、無理かー。じゃあ、あそこ、外は無理なんだ。ダメか。ここからか。うん、呼んで一人ずつやるか。そうだね。いや、あの、非戦闘員をやろうじゃん。やるんかい。それから今、バーってダッシュしてって、あの、さら先に置くやつ。ああ、なるほど。終わっちゃうんですよ。今こうやります。入ってくれ。よし、よし、そいつも、そいつも。そう。もう全員非戦闘員です。ちなみに。よしよしよし。オッケー、もう全く一緒。もう確かに。もうこれで絶対大丈夫。このスピード感、いこ、このスピード感。いくら出るんだっけ。あ、近い、雪山崎近いですね。誰か出るの。外で出ますよ。あ、いたいたいた。話す。ああ、大丈夫ですよ。歩いてっちゃうんだよ。わい、わい。ちょっとここで。山崎さん、よし、ヨガのレッスンをご予約いただきましたね。はあ、やっと来た。遅かったじゃない。よしよし、待ちくたびれた。ではご案内します。これ面白そうだね。露天風呂や。露天風呂で。だって今無人の露天風呂で。無人の露天風呂で。そうだ、案内して。ああ、ヨガの人か。そこじゃないですか。同じ階に。その逆逆逆逆、そっちからです。そこです。
100度のお湯にぶち込むか。えどうやってもうそうか、何でもできるってことか。要は誰もいないから、うん、あ、そっか出てるな、見えてきてるよ、なんか出てるな。あと一押しね、そろそろ魂と肉を解放してみましょう。準備 OK よ。では山崎さん、レッスンを始めましょう。まずは上を向いた犬のポーズ。上を向いた犬のポーズ。出るって何？あ、で、あれか、なんかチャンス来んのか。そうです。そのまま。はいはいはい、次はこのポーズです。やばいですよ、これやってください。安定感ないですよ、ここ。あ、やばいよ、これ今一番。まだあるかな。まだ英雄のポーズ、次まだ英雄意識してる。そのままキープ。ちょっとずつ、ちょっとずつ前に行ってるぞ。英雄のポーズ、あれ一緒。次は反対です。反対だ。そのまま、ちょっとずつ前行ってるよね。一歩ずつ前、一歩ずつ前。え、はいはい、次来た、ここだな。最後に出るってしっかりバランス。あー、もうやばいよ、もうないよ。雑だな、最後蹴り飛ばしたなんだよ。最後なんだよ。脱出ポイントって何個もあるんでしたっけ。あるんじゃない。何個かありますね、確かに。まあすぐここにあるんだけど、俺はゴンドラに乗りたいんだ。乗って出るか。いいかも。ちょっとずつ出てくるやつ。分かるだろ。ちょっとずつ警戒するだろ、普通は。そんな外に押し出されていったら。ヨガの授業会、ご苦労さん。よし。あ、これで。おー、寒いからね、スノーモービルはちょっときついわ。2ヶ月前からいい仕事だよ。これ、この2人だ。これ乗りたい。山崎さんは有能だしな。行きます。はい、おすごい感じ。下どうなってんだ。うわあそこに、あーもう結構下だ。あそこまで車で行けんだ。駐車場みたいになってる、うん、はい、ということで、ヒットマン1、はい、はい、これにて終わりですね。いやー面白かった。まだ2、3ってね、ありますから、ね、いろんなやり方あったけど、ヨガいいね、うん、ヨガ面白かったっすね、うん、ヨガ暗殺会はちょっとね、あれでしたけど。いや楽しいわ。人工知能殺害はちょっとなかなか、なかなかまあ、どうオンエアになってるか分かんないですけど、ね、分かんないですけど、はい、そのままいけるかもしれない、はい、はい、ということで皆さん、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ、はい。